アウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには茶谷。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。うん、なるほど、そうですか。さあまず1球目インサイド空振りです。スピードボールを持っています。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。なるほど、そうですね。インサイド打ち上げました。ここはフライになっています。これは平凡なレフトフライ。レフトが取りました。2アウトです。バッターは3番茶谷。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これは手が出ないか。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そうですね。引っ張った。ヒットになりました。マリーンズチャンス。さあそして打席には茶谷入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあマリーンズとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですね。ファウルです。これは足元への変化球、すぐに追い込みました。ファウルです。4球目は何で来るか。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。あと1本が出ませんでした。最後は三振。大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。まあ今のさあこの同点に追いつきたい場面で一塁にランナーを置いています。バッターは茶谷。とにかく1点を取るために送りバントでチャンスに持っていくのもありですよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。センターへ持っていった。これは大きな打球。頭上を破っていく。中継にボールが送られる。センターオーバーのヒット。これでマルチヒット。これでサードまでランナーが進みました。しっかり捉えてますしいいバッティングでしたね。